皆さんこんにちは、はい2月 もう終わろうとしていますけれども、また弾き語りライブにやってまいりました、Satisfy My Soul に所属しています藤田と言います。よろしくお願いします。わゴスペルを、ね、歌ってもう何になるのかな、長くなるんですけれども、弾き語りでまだゴスペルを、やったことがないので、今回はそれに挑戦したいなと思って、一曲ですけれども、今日はやってみたいと思います。曲名は My Life is in Your Hands です。Satisfy My Soul ね、サティマイではおなじみの曲ですし、去年もクリスマスシーズンにね、いろんなところで練習したり歌ったりしていましたので、とても、僕自身も好きな曲なので、それに今日は挑戦したいと思います。ではお聴きください。My life is in your hands.
とうございました。はい、ではです、次はですね、前回が、昨年のイブだったかクリスマスだったかなんですけども、なぜかね、そういう、聖なる日に鬼滅の刃の曲を、一曲、グレンゲっていう曲ですかね、やったんですけども、今回も、やはりその、僕も映画見に行ったんですけども、やっぱりすごく印象深くて、その映画の、タイトルソングだと思うんですけど、炎と書いて炎と読むんですけども、その曲をやりたいと思います。お聴きください。ありがとう声の限り、悲しみよりもっと大事なこと、去りゆく背中に伝えたくて、ぬくもりと痛みに間に合うように、このまま続くと思っていた、僕らの明日を描いていた、呼び合っていた光がまだ胸の奥に熱いのに、僕たちは燃え盛る旅の途中で出会い、手を取りそして離した、未来のために夢が一つ叶うたび、僕は君を思うだろう、強くなりたいと願い泣いた、決意を花向けに、懐かしい思いに囚われたり、残酷な世界に泣き叫んで、大人になるほど飢えてゆく、もう何一つだって失いたくない、悲しみに飲み込まれてしまえば痛みも感じなくなる、君の願い僕は守り抜くと誓ったんだ、かけがえのない世界。手を伸ばし抱き止めた激しい光の束、輝いて消えてった未来のために、託された幸せと約束を超えてゆく、振り向かないで進むから、前だけ向いて叫ぶから、心に炎を灯して遠い未来まで、できた。通りましたね。